香港国際空港新交通システムは、香港国際空港内の旅客移動手段として、用いられる、案内機常識鉄道である。新交通システムの車両とホーム新交通システムは、路線が2基に分けられる。第1基は、第1ターミナル内の西大道駅と東大道駅を結ぶ路線で、全線複線で、1998年香港国際空港開港から営業している。 第2期は2007年に営業していた第2ターミナル駅と第1ターミナル内の東大道駅を結ぶ路線で、全線単線で第2ターミナル駅から東大道駅への片方向きしか登場できない。2010年スカイピアが空港の隣に営業し、第2期路線は第2ターミナル駅からフェリーターミナル駅に伸びた。運賃は無料である。ゲートエリアにあるので、 航空便乗客のみ利用できる。新交通システムの車両内、第1期の車両は三菱重工が製作し、第2期の車両は IHI が製作した。日本の新交通システムに基づいて、ゴムヤ駆動を使う。車両はステンレス製車体で参照、交流600ボルト充電、最高運行速度は時速62キロメートル、近く間で自動運転を行っている。 車両の運行とメンテナンスは、香港 MTR が担当している。ありがとうございます。